こんばんは、ナシメダです。今回はですね、黒猫のウィズに新しいガチャ、超魔導列伝ガチャがやってきましたので、これをですね、引いていきたいと思います。新しく術師5人が追加されたということでですね、どうなんでしょうね、このキャラたちの能力をざっと見たんですけれども、まあ、強いか弱いか、なんとも個人的には判断がつかないというか、まあ、難しいキャラが多いですね。ですので、今回はですね、特に狙っているキャラというのは、ありません。もう限定キャラが出てくれればいいかなと思っております。でもう結構ですね、最近あまり引きたいガチャが来てなかったので貯めていたんですけれども、今回もですね、戦士好きな私としましては、術師はちょっとですね、まだ現状使いにくいんですね。ですので、10連一発勝負という感じでいきたいと思います。最近ですね、戦士のね、強いキャラが出てくれないんですよね。ですので本当に溜まりに溜まってしまっているので、今度、本当に戦士の強いキャラが来たら引いていきたいと思います。ちょっと前に来たですね、魔導杯で九段についに到達してしまいましたので、ここからなかなか上げるのがちょっと難儀になってきました。では、一発勝負参りましょう。限定枠。前回引いたガチャでは確か限定枠出てなかったんで、まあ、ディートリヒとか出て、そこら辺の強化のおかげで8段が通過できた感じですね。さあどうでしょうか。ウィズセレクション祭りなので、やはりオールキーン。バルトラン？シャルロッテ。誰だっけ？ちょっと名前が出るからバルザインだっけな。シャミアに、イゼルマ。なんだっけ、テンマ。テンマシックだっけ。そしてツバキ？ん？どうでしょう？お？あ、これ当たってますね。一応なんだろうこれ。エリスだっけ？確かエンハンスのキャラですね。水の。どうなんだろう、これ当たりなのかな。なんとも言えないとこが来たぞ。術師、水、雷、副属性。何気にガチャゲンの副属性を引いたのは、これが初めてかもしれないです。そして、回復ですね。アンサースキルが回復タイプ。そして、スペシャルスキルが、HP を使って、エンハンスですね。今回出たのが、進化前なので、ここのちょっと進化後で見てみます。今回は副属性の L が多いですよね。確か倍率が 70% だったので、結構倍率が高めなんですね。やはり HP を 50% 使う、そして必要性回数も5と結構早いです。で、ファストスキルが、3ターン分あるので、すぐ打てる感じですね。まあ、トーナメント的にはかなり美味しいキャラかもしれないですね。アリエッタとかと相性が良さそうですね、かなり。まあ、アリエッタは残念ながらまだ持っていないんですけれども。そして、レジェンドになると、100% のエンハンス、なかなかの強さですね。結構なんか使いどころがありそうなので、育てていきたいと思います。はい、というわけでですね、黒猫さん、そろそろですね、強い戦士、それがたくさん引けるガチャを、求めておりますので、よろしくお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。